エジプトの国民食、フールメダンメス屋外で、エッシュとフールメダンメスの朝食をとる人々、エジプト料理はそのルーツを古代、エジプトまで遡ることができる。古代エジプトではすでにパンやビールが消費されていた。長い歴史の中で、ペルシア、古代ギリシア、古代ローマ、トルコとの交流があり、新しい食材の伝来とともに、食の文化も進化し、地中海料理と、 西アジア料理の影響も入ってきた。7世紀にエジプトがイスラム化すると、イスラム教の食の戒律ハラールにより、ビールやワインなどのアルコール飲料や豚肉が禁止されるなど、食文化に大きな影響を与えた。現代エジプトの料理の中には、ベシャメルソースを使ったグラタン風の料理など、西ヨーロッパの料理の影響も見られる。 北アフリカのサハラ砂漠の東部に位置するエジプトは国土の大半が砂漠気候であるが北部海岸地帯は温暖な地中海性気候でナイル川の河口に広がるナイルデルタはステップ気候である。降雨量は少ないが豊富なナイル川の水により流域及びデルタ地帯で様々な作物が作られている。これらの豊富な穀物、野菜、果物などの農作物や 地中海やナイル川からの魚介類、肉類では、羊肉、牛肉、鶏肉を使った料理が食べられている。アスワンのパンや一般的な食事は、サラダとスープから始まり、主菜は、肉料理や魚料理に、パンや米が添えられる。食事の最後は、デザートと紅茶で締めくくる。バーバーガンヌーグ前菜には、この他に、ヨーグルトやオリーブ、栄酒を添える。 ターメイヤショールビアッツコシャリモロヘイヤとご飯ナス、ズッキーニ、ピーマン、アーティチョーク、キャベツ、トマト、玉ねぎ、ピーマン、キュウリ、オクラ、カボチャ、クレソン、ほうれん草、モロヘイヤ、スベリヒユ、ジャガイモ、タロイモ、テーブルビート、ニンジン、ハツカダイコンなどが利用される。豆類では、空豆、ひら豆、ひよこ豆、白インゲン豆、ハウチワ豆が食べられる。 豆類のスプラウトも、スープやオーブン焼きにして食べられる。スクランブルエッグ風のシャク中華マカローナベーシャーメール、英酒に詰めた、コフタ主に洋肉、鶏肉、牛肉が使われる。豚肉はムスリムにとって、近畿の食材であるが、コプト信者は豚肉を食べることを禁じていない。この他、ラクダやウサギも食べられる。鳥類では、七面鳥、アヒル、カチョウ、カワラバト、 ヨーロッパウズラ、野生のカモやオナガガモなどが食べられる。地中海や航海で獲れる海水魚とナイル川や湖で獲れる淡水魚の両方が利用されるため、エジプトで食べられる魚介類の種類は豊富である。海水魚では、スズキ類、アミキリ、ボラ類、シーパーチ、ササウシの下シ類、レッドマレット類、一頭大類、タイ類、ウナギ類、サーディン、エイ類、 トウゴロウイワシ類などが、淡水魚では、ティラッピア、ナイルパーチ、ナマズ類などが利用される。輸入品の塩ダラや大西洋ニシンの燻製のほか、サバやアジも消費される。エビ、カニ、カキ、ムール貝、タコ、イカも食べられる。バスブーサコナーファ最もよく飲まれているのは、紅茶でミントを入れて煮出すと、アッシャーイビンナーナーと呼ばれる。これは、 マグリブで人気のあるアッツァイと似ているが、緑茶ではなく、紅茶を用いる。紅茶に比べるとそれほどでもないが、アフアも飲まれる。冷たい飲み物には、カルカデー、タムルヒンディやシールハルーブなどがある。また街角には、ジューススタンドがあり、アサップ、ガワーファ、マンガ、ボルトアーン、バッティーファ等の様々な季節の果物の生絞りジュースを飲むことができる。ありがとうございます。